こんにちは。今回はこの時期におすすめのお酒&おつまみを紹介したいと思います。商品の紹介だけでなく、このお酒とこのおつまみの組み合わせがおすすめですよっていうペアリングの部分まで踏み込んでお伝えします。ではどうぞ。日立のネストビールセッション IPA 369円です。 IPA は苦味もアルコール度数も高いエールビールです。それ以上にとても複雑で強烈な風味もするので、特にビール愛好家にファンが多いエールタイプのビールです。セッション IPA は IPA の苦味やアルコール度数を抑えて飲みやすく仕上げたもので、クラフトビール初心者にもおすすめのビールです。抑えたといってもペールエールよりは風味が強めなので、エスニックや中華料理などのスパイスやハーブが効いたものや味付けの濃いものが相性がいいと思います。花のような香りと柑橘系の風味が特徴のアマリロホップを使用しているので、飲む前にぜひ香りを楽しんでみてほしいです。オレンジや柚子のような香りもしました。そんなセッション IPA に合わせるのが成城石井自家製のニラ饅頭です。ニラ饅頭は自家製中華惣菜の中でも隠れたロングセラーの商品です。レンジで軽く温めると皮のもちもち食感を楽しめます。ニラの香りとエビのプリッとした食感が最高で、ビールが止まらなくなること間違いなしです。酢醤油でいただきましたが、結構味がしっかりついています。軽く焼くと表面がパリッとして特に美味しいです。油を敷くことで少しコクが出るので、やや重めのセッション IPA の風味と抜群に合います。そしてもう一つ、このセッション IPA に合わせるおつまみとしてサーモンとチーズの生春巻きをご紹介します。生春巻きはエリアによってサイさんのお店とデリシャスクックというメーカーに分かれるんですが、中身はほとんど一緒です。パクチーとチリソースでより異国感が出て、ハーブや辛みのある複雑な味わいになるので、セッション IPA の苦味と風味に負けないペアリングが完成します。作っているのは日立のネストビールというブリュワリーで、本場ヨーロッパの製法やスタイルを取り入れつつも、柚子やみかんといった国産の原材料を使った日本でしか作れないビールを作っているこだわりのメーカーさんです。国際コンクールで金賞を受賞したビールもあったり、世界約30カ国以上で愛されている日本を代表するブリュワリーです。次にご紹介するのがバロークスのバブリーワインロゼ399円です。こちら世界で初めて缶入りワインを開発したバロークス社のスパークリングです。ワインって缶に入れると金属部分と反応して味がボケてしまうので、長年商品化ができなかったんですが、ついに缶の内側に特殊な加工をするのに成功し、見事高品質な缶入りのワインを製品化させました。缶に入っているからといってチープな印象は全くなくて、オーストラリアの有名産地のワイナリーと契約しているほど、手軽さと美味しさを両立したプレミアムな商品です。このロゼは赤ワインほど重くなく、白ワインほど酸が尖っていないので、お魚でもお肉でも様々な料理に合わせやすいです。そして何よりグラスに注いだ時が本当に綺麗です。細長いフルートグラスなら2人分取れるので、乾杯酒にもおすすめです。グラスなしで缶のまま飲めるのもおすすめポイントです。ちょっとしたご褒美ワインが飲みたいなっていう時にもぴったりです。そしてこのロゼスパークリングに合わせるのがブッツのパテドカンパーニュです。成城石井で販売されているスモークサーモンやハンバーグを作っているメーカーさんです。こちら別名田舎風パテとも呼ばれていて、ミンチ肉にレバーペーストを合わせて焼き上げたフランスの伝統の家庭料理です。生ハムやサラミにも言えるんですが、冷たい状態だと油が溶けずに食感や舌触りが若干悪くなる時があるので、なるべく常温に戻してから食べるとより風味よく美味しく召し上がれると思います。あまり知られていませんが、知っておくとより美味しさを感じられると思います。パテはマスタードやピクルスとの相性もいいので、一緒に召し上がるとより風味よく召し上がれます。今回は春らしくロゼのスパークリングと合わせましたが、ペールエールのようなビールもおすすめです。スパークリングの刺激と酸味、ペールエールでは苦味の部分がパテの油分やレバー独特の癖をきれいに包んでくれます。スパークリングもパテもどちらも本格的で、個人的におすすめの組み合わせです。
朝日酒造獺祭純米大吟醸676円です。獺祭というよりかは今回日本酒と合わせていただきたいのがこちらプッツデリカテッセンのタイスモークです。先ほどのパテといい、私はどうもブッツの商品が好きなようです。薄切りの愛媛産のタイを程よくスモークをした一品で、ウイスキーなどの洋酒とも相性がいいです。繊細な味なので余計な味付けはせず、胡椒をかけてオリーブオイルでいただきました。こんな繊細な香りのものには同じく香り高い純米酒を合わせるのがおすすめです。お互いの良さを消すことなく、より高め合うようなまさに至高の組み合わせだと思います。またおつまみだけでなく締めとして楽しめるのもいいところです。タイ茶のようにタイをすりごまと砂糖醤油で和えて大葉を乗せて出汁でいただきます。一つで二度楽しめる、そんな隠れた一品です。もう一つこの日本酒に合わせたいのがこちらの酒盗です。魚の内臓で作られた塩辛で、こちらはカツオを使っています。これがまたお酒飲みにはたまらない一品なんです。イカの塩辛ほどコリコリとした食感は控えめで、比べると甘さも控えめな印象です。磯の香りと塩気、コク深い味わいはまさに字のごとくお酒がどんどん盗まれるでしょう。塩気が強いのでキリッと冷やしたさっぱりめの辛口の冷酒なんかが最高です。そして最後にご紹介するのがこちらの成城石井オリジナルハイボール199円です。このチャンネルで何度も登場している大好きなハイボールです。何回も言いますが199円で買えるクオリティではないです。市販のハイボールってウイスキー以外のお酒が意外と入っていたりするんですが、こちらの成城石井ハイボール、スコットランド産のモルトウイスキーのみを使用しています。少し甘みを感じる飲み口なのでハイボールビギナーの方にもおすすめします。あえてイチャモンをつけるとしたら、香料を入れたのは少しもったいねえなっていう感じなんですが、結果仕上がり自体は素晴らしいのでここは目をつむりたいと思います。あと原材料に入っているポリデキストロースは5ミニや特保飲料にも入っている水溶性の食物繊維です。添加物ではなく食品扱いのものなので、まあ、そこまで気にしなくてもいいかなと思います。そしてこのハイボールのお供がこちらポロショコラダブルです。ポロショコラはカルディなどで人気のチョコレートケーキです。ラグノーササキという青森県に本社を構える焼き菓子を中心に製造を行うメーカーさんが作っていて、今回はそのラグノーと成城石井がコラボして開発された成城石井でしか買えない特別なポロショコラです。カカオ 72% と 45% のハイカカオチョコレートが入っているので、少しビターな甘さですが全然甘くないとかではないので、甘さがありつつも少しビターなカカオの風味がウイスキーととってもよく合います。常温のケーキってパサパサしているものが意外と多いんですが、こちらは生菓子と言ってもいいくらいしっとりとした食感で、口どけや舌触りが抜群にいいです。少しチョコテリーヌのような印象もあるくらいリッチな食感で、舌の上にも残りやすいので、そこをウイスキーのスモーキーさ、ハイボールの爽やかさで包んであげると最高のマリアージュが完成します。コーヒーで締めればいいのに、これがあるとついついもう一杯飲んでしまうぐらい魅惑的な一品です。そしてハイボールのお供として最後に紹介するのがこちらのフルーツプリンです。正直半分自分の趣味も入るので温かい目で見ていただきたいのですが、プリンとハイボールって合うんです。両方自分の大好きなものなので合うと言いたいだけかもしれません。ブランデーやウイスキーってケーキやお菓子の材料として使われるくらいもともと相性はいいんです。そしてこちらはプリンの上にクリームも乗っているんですが、こういったクリームなどの乳製品とも相性がいいと言われています。先ほどのポロショコラは濃厚な風味なので、ストレートやロックのウイスキーと合わせても十分美味しいと思うんですが、こちらのフルーツプリン、そこまで主張してくる印象ではないので、アルコールが控えめなハイボールの方がぴったりです。卵の滑らかな舌触りや風味はもちろんなんですが、そこに沈んでいるカラメルとの相性が特に最強です。
このようにハイボールって合わせ方次第で食事からデザートまでずっと寄り添ってくれる万能さも備えています。今日までおつまみ系でしか飲んでこなかった方はぜひお好みの甘いものと合わせてみて楽しみ方が増えるといいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。いつものように少し癖の強い商品もあったかもしれませんが、おうち飲みをより加速させるような私のおすすめ商品なので、気になかった方はぜひお店でチェックしてみてほしいです。特に最初に紹介したセッション IPA は、辛いものだったり揚げ物といった特に夏場に食べたくなるようなものにぴったりなので、いつものビールに飲み飽きたななんていう方はぜひ一度お試しいただきたいです。焼肉なんかと合わせても美味しいと思います。そしてハイボールと甘いものの組み合わせはもう鉄板ですよね。今回はチョコケーキだったりといった洋菓子と合わせたんですけど、私たまに羊羹とハイボール合わせたりします。これ結構いけます。皆さんもおすすめの組み合わせがあればぜひぜひコメント欄で教えてほしいです。このチャンネルでは元成城石井店長の私がおすすめする商品を中心に、それにまつわるキッチングッズなんかも紹介しています。食の雑学といった教養についてもお話ししているので、いいなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回もお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次の動画で。バイバイ。